ソウルフードですね。安城のソウルフード、ここしかない丼飯です。まあでも僕はこれしかやれなかったっていうのは、だから本当に変な話、僕普通の家庭を知らないです。ずっとここにいるんで、普通何時に帰ってきてご飯を何時に食べてっていうのは、ちっちゃい頃からね、お客さんがおる時は仕事ね、ご飯も食べれないし、やっぱりあのお客さんにね喜んでいただけるっていうのが一番嬉しいんで、あの笑顔で食べてるのを見るとやっぱりああ良かったなと思いますので、麻婆豆腐、ビール、肉セット、餃子、肉のこもり、肉セットイーガー4番、肉セットガンガー、唐揚げイーガーです。味覚飯、ソウルフードですね。
愛知県の愛知県というか安城のソウルフード、まあ要はまあ全国的に言う中華飯とかチャーハンとかそういった部類の、まあ、ここしかない丼飯です。まあ本当うちの看板メニューですよね。うん、もう本当8割方はこれを食べられるんで、うん、まあ本当ここにしかないオリジナルのメニューになるんで、みかごあんを食べたかったら来てくれるってお客さんが遠くからわざわざ見えてくれるんで、本当にありがたいですね。じゃあ見つけください。で、取りたいもんね。じゃあ、目の前にあるやつを下げてこれ。あ、そうですね。今、お願いします。はい。あ、新しく作ってもらった。はい。これでお願いします。これ一旦こっちか。はい、これ7番さんです。お願いします。はい、なんだろう、メニューが7番。すいません、多いな多いね、多いですよね。はい、あ、はい、同じものでいいよな。はい、はい、これ空いてる。はい、ありがとうございます。うまい。なかなかこのあっさり系のラーメンで最近ない、少ないじゃん。こってりしたやつばっかりさ、家系の。おいしい。はい、失礼します。肉セットです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。うん、うまい。うん、あっさりしてる。味覚飯が味しっかりしてるんで、ラーメンの方が結構さっぱりしてるんで、おいしい。おいしいです。タイプです。お願いします。8番さん、肉特大イーガーの肉セットリャンガーで、一つは肉特です。だから肉がだけ大盛りで、肉の大盛りがご飯が大盛りで、肉特大が両方大盛り。これは7番。これじゃあどうやってやるの。多分これ読み込まなかった。あ、ほんとに。はい、肉セットです。はい、じゃあこれから読んでいきます。はい、どうぞ。はい、1番。
出していいですよ。いきまーす。はい、おはようございます。はい、じゃあこれでルーローハンです。はい、すいません、ルーローハンを大変お待たせしました。食べたい、食べたい。ちょっとですね、はい、こんな感じ。あ、こんにちは。お久しぶりです。はい、そうしたらエビの子守り、エビを食って多分出てると2番で餃子餃子引いてあげたよ。あ、はい、ありがとうございます。手伝ってって言われたら来る。お父ちゃん、はい、やることない。ちょっと回っとって。卵ちゃんもこの場で待ってもらおうか。どこに？お、来るぞ、お待ちください。卵がいいよ。ね、このちっちゃいうつボールにさ、10個も入るの。はい、お願いします。はい、じゃあどうぞ行きます。はい、はい、はい、ギルトコウモリです。ギルトコウモリ、どちらですか？帰るようになりますね。はい、お願いします。ありがとうございました。え、これ、お持ち帰りなんですか？持ち帰り。持ち帰り。お持ちで。はい、ちょっと見ますか。え、ちょっと何入ってるんですか？ごちそう見ますか。おお、すごいすごいすごい。3人分。3人分、家で。はい、3日間を。はい、3日間を、うん、女房が具合悪いから。なるほど。ご飯作りたくないで、おいよしよしの子が帰ってくるわけです。お店のお付き合いは何十年ぐらいですか？あ、20年ぐらい付き合いですか、ね。わかりました。ありがとうございました。すみません。失礼します。僕中学1年の頃から来てるんで、もう40年近くになりますね。ここよく味覚飯が有名って言うんですけど、うん、まあ、確かにその通りなんですけど、僕はあの鉄板飯が好きで。美味しい味のソースなんで、はい、うん、はい、あ、いい味です。いつも通り昔から食べてるんで、うん、どうしても本当にたまに食べたいなってなっちゃうんですよ、うん、すごいですよね。やっぱこういうオリジナルのメニューがあるっていうのがね、すごい。やっぱりたくあんチャーハンって名付けてる。たくあんのチャーハンなのこれ。うん、たくあん見せてちょっと。どうだろう。お店にはないのこれ。ない、ないよね。
だこうやって1日が過ぎてくるんですね。ねえ、まだまだですけどね。まだまだ 今からですね。寒い夜の。まだ夜の営業があって、うん。この仕事始めて何年ぐらいですか。20年ちょいですね。20年ぐらい。うん、あ、もっとか、うん。25ぐらいですね。まあでも僕はこれしかやれなかったっていうのはあれですよね。やっぱりね、まあでも十分面白いですからね。楽しいです。やっぱりあのお客さんにね喜んでいただけるっていうのが一番嬉しいんで、うん、ですよね。ね、本当昔はあのサーフィンばっかりやってたんで、毎週休みは海にいましたけど、今本当に行けてないですからね。10年ぐらい結婚して、うん、数えるほどしか行ってます。まあね、楽しい。ただまあやらないといけないことばかりなんで、やっぱり。まあでも楽しいですね。まあ、別に本当いやいややってるわけじゃなくて、いやいややってることはないんで楽しいんでしょうね。いろんな人の話聞いて、何年ぶりに来たとか、30年ぶりに食べ来たよとか、40年ぶりに俺は何年通ってるんだって話を聞くと、ありがたいなと思いますもんね。でもこの店の感じもいいですね。でもね、ですかね。僕はこれしか見てないんですよ、僕からしたらただの古い家だと思うけどでもこれもボロボロですもんね。これいや台風来てやばいですよ。あの本当だサビサビになってますよね。いや本当台風で一回あの、折れたことあり、破れたことあります、いや今回台風やばいかなと思ったけど、落ちました。だから本当に変なんです。僕普通の家庭を知らないですよ。ずっとここにいるんで、普通何時に帰ってきてご飯を何時に食べてっていうのは、ちっちゃい頃からお客さんがおるときは仕事ね、ご飯も食べれないし、全部片付け終わってからいろいろやってっていうの生活を普通だと思ってるんで、一番やりがいって何ですかね。まあ本当にあのお客さんがあの笑顔で食べてるのを見るとやっぱりああ良かったなと思いますもんね。人を笑顔に、ね、できるような仕事だから、それがねあのコンテンツの時に 目に見えるんで、まあ、まあそれはすごいいい仕事だなと思います。ありがとうございます。まだ頑張るんですね、はい、今日は、はい、夜まで。ありがとうございます、はい、こんなんでいいんですか。あ、いいですよ、すごくいいです。ありがとうございます。お仕事戻ってください。